こんにちは、マヤアリカです。今回はですね、私の第二の故郷、以前住んでいたエクアドルの首都キトの3泊4日の様子をお届けします。それでは早速本編スタートです。Bienvenidos a Ecuador! ということで、昨日夜遅くエクアドルの首都キトに到着しました。私は今標高2800メーターですね、キトの旧市街のホテルに泊まっています。こちら見てください。キトの旧市街は昔インカ帝国の大きな町が建てられていたところで、1978年にガラパゴス諸島とともに世界遺産第1号に指定されました。その本当に非常にね、歴史的な町並みなんですけれども、上から見ていただいても分かる通り、植民地時代ですね、スペイン人の入植者たちがインカ帝国の石の土台を基礎にして作り上げた町がキトなんですけれども、今こちら一望できるのは、そのスペインの植民地時代のスペイン人が建てた町並みということになります。久しぶりに来ましたけれども、本当にいつ来ても綺麗ですね。そして一番奥の丘、こちらですね、あちらパネシージョの丘っていうふうに言いますけれども、その上には巨大なマリア様の像が立っていて、町を見守っていると言われています。それでは早速、キトの街並みを散策してみたいと思います。キトは人口の 95% 以上がカトリックですね。ですので、キリスト教の人たちです。今回私が宿泊しているホテルはこちらですね。エアビーで予約しましたけれども、バルコンデキトっていうね、一応名称もついてます。そしてキトの家って大体そうなんですけれども、ちょっと治安が夜になると悪かったりもしますので、こんな感じで二重扉になっている家がほとんどです。で、私のお部屋の鍵と合わせて3つの鍵があるんですけれども、こんな感じですね。私が以前住んでたアパートはこれどころじゃなくて、このドアのところに2つ、こっちにも2つぐらい鍵があって、全部でなんか7本ぐらい鍵を持っていて、毎回帰るたびにどれがどれの鍵だったかなっていうのを当てながら開けるのがすごく大変でした。そのぐらい結構セキュリティが必要っていうことですね。先ほどキトは山岳地帯にある2800メーターにある都市だっていうふうに言ったんですけれども、そのためもあってですね、すごいです。街中のこの坂道ね、アップダウンがすごいので、本当に車とかも大変ですね。はい、こちらが旧市街の入り口に位置しますバシリカ教会です。こちらフランスのノートルダム寺院と同じようなゴシック教会なんですけれども、非常に特徴的なのはですね、あちらですね、突起のように出てるノートルダム寺院でいうとデビルがいるところなんですけれども、そちらにはですね、デビルではなくてガラパゴスの動物たちが覗いています。こちら正面から見るとこんな感じですね。本当にノートルダム寺院に似ていますね。教会の敷地内もこんな感じで、のどかにお土産物屋さんですとかトイレ、カフェなどがあります。そしてあちらがチケットオフィスですね。こちらバシリカの塔に登るためには、エクアドル人は2ドルなんですけれども、外国人は3ドルということです。今早速教会の中の階段を登ってますけれどもね、2800メーターなんで、こうやって喋りながら登ってるってかなり息が切れますこちら今2階まで上がってきました。こちらもう一つバシリカ教会の特徴なんですけれども、エクアドルはランの国でもありますので、たくさんのランがウンムリンですとか、あとはジャングルに生息してるんですね。そちらのエクアドルの国の花ともいえるようなランの花をあしらったステンドグラスです。毎週日曜日にはここでも盛大なミサが執り行われます。そ
それではさらに上の階に登っていきます。こちら10階はお土産物屋さんですね。なんか今改修工事ですね。すごい階段だ。登っていけるのかな。これなかったですね、以前ここは。よいしょ、上まで上がってきました。こちらの時計は止まってますね。これなんか階段がありますので、上まで登っていける感じですね。頑張って登ってみます。この階段やばい、めっちゃ怖い。高所恐怖症の人だったらやばいですね。私はそうでもないけど、それでもちょっと怖いです。ほとんど90度。しかも見てください、これ階段の踊り場、下がガラスです。すごい嫌がらせですねこれ。塔のてっぺんまで登ってきました。すごい360度の見晴らし。やっぱり高所恐怖症じゃない人はせっかくだったら登りたいところですね。この真ん中にはパネシージョの丘も見えています。そして今ずっと渡り廊下を渡ってこうやって来た感じですね。はあ、すごい綺麗。人はこんな感じで小高い丘に囲まれていますので、あの東京タワーみたいな電波塔を作る必要がないんですね。ですので山のあちこちに小さい塔が立っていて、そこから電波を流しています。そしてこの塔の上はコンドルが守っています。こちらは木戸の中学校ですね。みんななんか体育の時間なのかボール遊びをしてますけれども、なんかエクアドルの学校とか、まあ、ボリビアもそうなんですけれども、小学校から高校まで一貫でずっとクラスもほとんど変わんないそうなんですね。なので幼なじみみたいな感じで、非常に関係が深い兄弟のような仲間がいるということでした。でなんでそういう風になってるのかっていう風に聞いてみたら、とある人が言ってたのは、まあ、中南米って結構治安が良くなくて、そして信頼できる人が必要だからということでした。なので小学校からずっと一貫で一瞬育ってきた友達というのは、本当に生涯の付き合いになることが多いようです。ここからまだ上もあります。でエレベーターもありますので、エレベーターを使って上がることもできます。クワトロピスマス、バスタンテ、もっと上があります。え、これ前なかった、絶対。行ってみます。絶対新しいです、これ。なんかここにカフェができてるんですけど、こんなカフェも前なかったし、すごい観光資源として充実してますね。こんな感じで時計の裏側が資料館みたいになってますね。資料館にするのはいいんですけどね、もうちょっとなんかあれですね、時計をね直してほしいですね。あ、怖い怖い。あ、降りる時がもっと怖いって言ってますね。うわやばい。ここにはこんな感じのカフェもあって、サンドイッチとかハンバーガーを食べることもできます。 Wi-Fi も飛んでるそうです。景色も最高で、首都の旧市街を見渡すことができます。はい、こんな感じで最後はエレベーターで下まで降りてきました。でお天気ですけれども、本当山の天気は変わりやすいですのでね、局地的にこんな感じで厚い雲に覆われて、時々雨が降ることがありますね。折りたたみ傘は必須ですね。はい、ではバシリカ教会を後にして、さらに旧市街の奥まで入っていきます。こちらが先ほどバシリカ教会の上から見えていたカジェデラスシエテクルセスという通りとなります。こちらはですね、一つの通りに7つも教会の十字架があるという意味なんですね。
そのぐらいここは中心街で教会が密集しているところです。タクシーが客引きしたいのでプップって鳴らしてくるんですよね。昔はここ馬車しか通らなかったので車仕様になってないんですよね。なのですごく狭い道になってます。ちょっとポツポツ雨が降ってきました。いろんな家が当時のまま残っていてすごい雰囲気がいいですよね。で外はもう景観保護のためにリノベーションしてはいけなくてペンキの色も変えてはいけないってことになってるんですけれども、中は私が住んでる今のアパートみたいな感じでちょっとリノベーションして新しくしてもいいことになってます。ただねやっぱりね旧市街の家の方が新市街の家よりも古いですし、設備も結構水道とかね水回りとかがあんまり良くなかったりするので家賃自体は旧市街の方が安いです。ただ私たち外国人にとってはねこの旧市街の雰囲気の魅力がありますからね、なんか新市街よりも旧市街に住むことにロマンを感じますね。こちらも教会です。スペイン人の植民地時代だった時、インディヘナはスペイン語もわからないですし、あんまりキリスト教の習慣もなかったので、この教会の前にですね十字架を必ずこういうふうに分かりやすく立てることによってここは神様の場所なんだよっていうことを知らせていたそうです。エクアドル人もワンちゃんが大好きでね、飼ってる人は結構います。柴犬だ。こちらがエクアドルの一番の中心地、プラザグランデです。右手に見えているのが大統領府ですね。で一番正面に見えている教会がカテドラル、首都で一番権威のある教会です。そしてその正面にあるのがこちらホテルプラザグランデというね、人の中でも一番由緒正しいホテルということになります。こちらやっぱり大統領府なだけあって警官の警備もすごく厳しくなっています。今エクアドルの旗が立ってますので大統領はここでお仕事中ということですね。こちらが首都のカテドラルです。こちらは1809年の8月の10日にエクアドルが独立を果たした時に活躍した英雄たちを祀った塔となっています。塔の下には活躍した人たちの名前も刻まれています。こちら塔の下の方には満身創痍で逃げようとしている矢が刺さったライオンがいますけれども、その上にはですねエクアドルの先住民の象徴のコンドルが勝利を誇っています。こんな感じで先住民を象徴するコンドルがスペイン人を象徴するライオンに勝ちましたというような誇らしいモニュメントです。そしてホテルプラザグランデの隣にあるのがなんかこのいろいろなミュージアムですとか、あとはレストランとかお土産物屋さんが入った施設なんですけれども、こちら私好きですごくよく来てました。なのでここのレストラン見てみたいと思います。こんな感じでカフェとかレストランとかいろんなものが入ってますね。こちらコンボで 4.5 ドルってことで結構お得にランチが食べられますね。でエクアドルの人たち結構ご飯も食べるので日本人にとってはありがたいですね。このパティオがすごい綺麗なんですよね。ほらこの環境最高じゃないですか。ちょっと上の方に上がってみます。最上階のレストランですね。やはりせっかくなので一番上のレストランですね、私がたまに来ていたお気に入りのお店で食べたいと思います。ここのメニューはこんな感じでエクアドルの伝統の料理が並んでいます。こちらお通しみたいな感じで出てきましたけれども、エクアドルのちょっとした辛いソースですね、
そんなに激辛ではないですけれども、ピリ辛ですごく味があって美味しいです。でエクアドル料理はそんなに辛くないんですけれども、常にこれが出てきて、で辛いのが好きな人はこれを加えるという感じです。そしてこちらはいったトウモロコシですごく香ばしいです。まず頼んだのがこちら、ウミタという前菜ですけれども、トウモロコシの蒸しパンですね。メキシコでも食べましたけれども、エクアドルバージョンもあります。こちら中にはチーズが入っています。そしてメキシコのウミタに比べてエクアドルは少し甘みがあって、スイートコーンを使っているという特徴があります。とても食べやすくて美味しいです。はい、そして飲み物として頼んだのがこちらの森のヨーグルトと呼ばれるグアナバナですね。グアナバナというフルーツから作ったジュースです。本当に酸味が効いていて、ヨーグルトみたいな甘みがあって、とっても美味しいです。懐かしい味に囲まれてとても幸せです。濃厚ですごく美味しいです。そしてこちらの蒸しパンもですね、なんか中華街の甘いマーラーカオっていう蒸しパンありますよね。そちらにちょっと塩気を足したような感じの蒸しパンです。すごい食べやすいです。これ結構エクアドル人は朝ごはんとして食べています。こちらはファネスカといって、エクアドルのイースター復活祭の時にのみ食べられるお料理なんですけれども、このレストランでは通年ファネスカを出しています。このスープはイエス・キリストの十二使徒を象徴する十二種類のお豆と穀物で作られているとのことで、なんだか日本の七草がゆみたいな感じですね。ではファネスカいただきます。めちゃくちゃクリーミー、すごい美味しいです。なんかコーンクリームシチューみたいな感じですね。なんかオレガノも効いててすごい美味しい。なんかこの干した魚を入れるとさらに美味しくなると言ってウェイターさんが持ってきてくれたので入れてみたいと思います。これ本当に日本酒のおつまみであるやつですね。香りがそっくりです。多分これ出汁が出るんでしょうね。うわすごい、なんて言うんでしょう、これ日本酒のおつまみ、めっちゃあの香りです。でエクアドルのこの青バナナですね、こちら全然甘くないんですけれども、青いバナナをチップスにしてます。そしてエンパナーダですね、中に何が入ってるのかその時によりますけれども、このパイとあとこのエクアドルのチーズですね。あんまり味はしないんですけれども、モッツァレラみたいなチーズが名産です。あとはね、12種類の穀物が入ってます。とろけてます。かわいい、あの辺で60代ぐらいのおじさんが2人でお誕生日会をしてます。店員さんたちが楽器を鳴らしてお祝いしてます。はあ、すごい坂道。ホテルに戻るまでの道もこんな感じで、家が斜面に沿って斜めに立ってます。今夕方の4時になりましたけれども、これからお友達と食事に行くので Uber を呼んでいます。
エクアドルにもウーバーがあるのでとても便利ですね。で、流しの黄色いタクシーもいるんですけれども、ちょっと中には強盗タクシーとかもいるので危険なので、流しのタクシーは乗らない方が安全です。はい、こちらウーバーで今キトで一番イケてると言われているキセントロというショッピングモールにやってきました。だいたい旧市街からウーバーでちょっと渋滞もあったので30分くらいかかりました。で、そうですね、 H&M が新しくできたようで、いろいろお店は入れ替わってますけれども、本当に結構おしゃれなお店が多いです。例えばこちらですね、スペインのデジーグアルも最近入ったようです。こちらが3階、一番上の階ですけれども、こちらがフードコートになってます。ピザ屋さんですとかね、あとお寿司屋さんも前あったんですけど、ちょっと見てみましょう。こちらイタリアンですね。ここはエクアドル料理ですね。こちらは海鮮エクアドル料理です。ちょっと海の方の料理ですね。そしてバーガーキング、チキン、こちら中華ですね。これも結構よく食べてました。コンボで 5.99 ドルぐらい。こちらイタリアン、ここね、写真は美味しそうに見えるんですけど、実際なんかパスタの色とかあんまり良くないんですよね。こちらメキシカンですね。あ、ありました、お寿司屋さん、ノエ寿司です。エクアドルの中では相当高級な方で、ショッピングモールの中でも一番真ん中の方に入ってますね。ちゃんとキッコーマンのお醤油も置いてあります。アメリカン、こちらも中華ですね。中華も意外と人気があってですね、街中にも結構中華料理屋さんがあります。そしてクレープ屋さん、本当に何でもありますよね。大丈夫大丈夫、待って待って、でも綺麗じゃないの。いいよいいよ、めぐみさんと日本でも何回か会ってます。はい、ね、私のワンちゃんも可愛がってくれてね、ご本読んでくれたんですね。これ言えました。あー、で、私になんか YouTuber に憧れているということで、私にファンレターを書いてきてくれたということです。めっちゃ嬉しい、ありがとう。大好きって書いてある。日本語上手ね。ありがとう。バイバイ。ちょっとじゃあレストランに行ってからゆっくり中を読ませていただきます。はい、ありがとう。バイバイ。照れてるね。ダメだ、信号がなんかあるようでない。タイミングが難しい。もう、ね、人が動く、渡り始めたら信号渡るしかない、ねね、うん、ほらベテランたちが渡り始めたら。このシェラトンホテルの正面の道がエクアドルのレストラン界では一番イケてる通りだそうです。いろんなおしゃれなレストランが並んでます。そうです。さえちゃん、こういうとこ来たことある？あるっちゃある。ある？ある。よく食べに来てる。すごいね、ちっちゃいうちからこんなところで。あんまり。さえちゃんはショッピングね。ショッピングに来てんだ。そうなんだ、おしゃれだね。あ、そうなんだ、雑貨屋さんもあるんだ。へえ、とにかくモダンでイケてる通りなんですね。はい、撮ってます。はい、じゃあ今からめぐさん普通に映ってください。はい、ここ、このホテルじゃない、このホテルじゃない、このレストランなんですけど、はい、ホテルじゃないんですけど、うわ、これ
です。ハロウィンですね。本当だ。ちょっと怖くない？さやちゃん大丈夫？大丈夫大丈夫。じゃあこっから入るの？違う、こっち。こっちから入るの？こっちから。じゃあこれ隣だった。こっちどっちから入るの？こっち。さやちゃん先に行った。すごい。お化け屋敷みたいじゃない？怖い怖い怖い。ねえ、エンプヘって書いたらあっち押していいんだ。あそこに入って。怖い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 。顔変わってる。怖い怖い怖い。ホーンテッドマンションじゃん。すごい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 。待って、これさっきいいみたい。わーお、すごい装飾。うん、うん、なんか綺麗ね。でもでもこれ今ハロウィンだけど、 そのクリスマスになったり、なるなる。あーすごい、おすごいファンレター。いつも撮るの頑張ってね。違う、撮るのってのはね、動画撮るの。あ、本当だ、動画撮るの頑張ってね。大好きってハートがいっぱいついてる。ありがとう。ここにちゃんとしてやつ、ちゃんとしたやつが書いてあって、横に、そっかそっかそっか、読めるようにね、読めるように分かりやすく書いてあって、すごいじゃん。すごい普通の字が書いてあって、それでハートがいっぱいのも書いてある。かわいい。学校で作ってくれたんだ。そう、ありがとう。もう一つはこれは何て書いてあるの？うん、こっちが先。ありがとうございます。大好きです。大好き、大好きです。大好き言い過ぎだよね。大好きですなってる、もはや。かわいい。ありがとう、嬉しいね。学校で書くとね、みんなが分かんないもんね、何書いてるかね。うんうん、いつも頑張ってるね、動画撮るの頑張って、さやかより。ありがとう、さやちゃん、やる気が出てきます。頑張ります。日本から。開けてみて。じゃあ、はい、2つあります。じゃじゃん。さやちゃん動物が好きだって言ってたからね。すごい、本当日本風なあれだね。そうそうそう、浅草で買ってきたから。何これ？じゃじゃん。ホワイトボード。今ね、ホワイトボードハマってる。あ、本当、よかった。冷蔵庫とかにもさ、ね、マグネットになってるしさ。猫好きなんだよね。そう、猫好きでしょ。あ、そうか、知ってた。この間だって言ってたからね、猫ちゃん好きなんだって。猫になってたしね。かわいいでしょ。いいね。お尻にかけるよ。使ってね。マグネットメモ、ペン付き。うん、いいじゃん。はい、なんて言います、なんて言いますか。ありがとう。はい、かわいい、ありがとう。もう浅草は大福寺に戻ってきてる。あ、だいぶ戻ってきました。これがここでタマリンドリモラ。わ、すごいすごい。え、それも千葉県です。これもありがとう。そうです。それママに教えてもらったの。フランシアスケースエステ。Es un choclo a la parrilla entero con salsa de queso por encima. OK, gracias. ちょっとさ、私さ、
レアが好きだからちょっとだけのかかして取って。うわーすごーい、やばいですね。今撮ってます。あ、はい、今撮ってます。ちょっとこれぐらいがいい。おいしそう。テンション上がるね。うわー、撮ってまーす、はい、そしてお肉に付け合わせのいっぱいいろんなソースがあります。辛いのからハニーマスタードソースからなんかいろんなやつあります。なんかスパイシーだね。このハーブまでいろいろあります。なんかこの旗がついてます。そうアメリカのお肉だから。エクアドル肉、和牛もありましたね、うん、和牛もありましたね。硬いかもね。レポートどう？めちゃくちゃ美味しい。出ました。よかったね、美味しかった。あ、よかったよかった、それはよかった。チーズソースがすごい美味しいね。どう？もう一番美味しい。すごいね、このレストランね。すごいね、実力派のレストランです。すごい、全部すごい美味しい、うん、それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回も木と旧市街のグルメ情報と木とが誇る絶景スポットの登山の様子をお届けします。それではまた次回の Vlog でお会いしましょう。